2023年10月11日、5月2日から逆行していた冥王星が巡行に戻ります。冥王星が逆行していた期間は、未来計画の見直し、必要なものとそうでないものの見直し、通貨などの見直しなど社会のあり方を見直した期間でした。冥王星は2023年3月24日に15年ぶりに水瓶座に再移動しましたが、6月11日に逆行で再び山羊座に戻った時には、個人的な影響としても具体的にどうすればいいか、長期的な計画を立てるなどの行動が取りやすくなり、実際にどうしていくのか、何を駆使していくのかを考えるきっかけがあった人もいたのではないでしょうか。改めまして、こんにちは。スミューク代表のスミエです。スミのマネージャーです。プロフィールはこちらです。このチャンネルのメンバーシップでは、西洋占星術に関わる深い話を公開しています。特典も盛りだくさんなので、チェックしてみてください。はい、この動画では、今回冥王星が巡行に戻るとき、社会がどのような動きになるのか、我々に起こる影響や過ごし方について解説していきます。冥王星は2023年3月24日に15年ぶりに再移動し、山羊座から水瓶座に移動しました。2023年5月2日からの逆行で、2023年6月11日に山羊座に戻った冥王星は、今回巡行に戻ることで水瓶座に向かって進み、2024年1月21日に再び水瓶座に再移動します。今回の冥王星巡行のポイントは6つです。一つ目は価値観の刷新です。冥王星が15年ぶりに再移動した時のチャートでも2ハウスのカスプ上に冥王星がおり、豊かさと価値観が大変容するとお伝えしました。今回の巡行になる時のチャートでも冥王星は2ハウスにあります。2ハウスは経済、財政、景気、税制、資産、欲望、価値観のお部屋です。冥王星が巡行に戻ることで、再び社会的な既存的価値観やルールなどが刷新されていく出来事が増えるでしょう。2ハウスは所有を示すハウスなので、所有に関する概念も変わっていくのかもしれません。貯金をしていることや物質的にたくさんのものを抱えていることが豊かさではないと気づく人が増え、社会的に価値があるとされていた概念が全く意味をなさなくなることもありそうです。いやー、でも欲しいものいっぱいありますね。物質的にいっぱい抱えてしまうかもしれないですね。そうですね。でもほら、今なんとかシェアとかも流行ってますし、あんまりこう物をたくさん持つよりはもうちょっと身軽になっていくっていう、これから20年にねなっていくと思うので、はい、ちょっと物質欲を抑えていただいて、ゆうやさんは。いや、ちょっと無理かもしれないですね。二つ目のポイントは正義を重んじるです。冥王星が逆行中は、本格的な冥王星水瓶座時代の前に、もう一度古い社会や伝統的なルール、社会構造のあり方について見直しを促されるような事柄が起こっていました。もうこれまでのやり方は通用しないということがあちらこちらから出始めています。例えば、某アイドル事務所のあり方や、某中古車販売買取会社などの不祥事もここに入ってきます。冥王星はギリシャ神話ではハデスという地下世界の神で例えられます。冥界の支配者なので恐ろしい神と知られていますが、正義を重んじる神様です。そのため冥王星も生と死に関わり、物事を根本的にそこから変えて消滅させてしまう力がある星とされています。しかし、何でもかんでも刷新するわけではありません。正義や正しさを重んじるハデスのように、不必要なことは消滅させて新しく始めるのです。現状が悪いと根本的に根こそぎ変える、これが冥王星の力です。冥王星が巡行に戻り、これまでの社会構造を根本的に変えるような出来事があちらこちらから再び動き出すでしょう。その時に長年の海が出てくるような組織や団体、社会的事件もあるかもしれません。3つ目のポイントは、もっと自由な働き方へです。土星が水瓶座を運行したコロナ禍の期間に働き方はかなり変わりました。フリーランスで働くことや副業をすることも少しずつ当たり前の世界になってきています。また、リモートワークも普及したことで、台風などの自然災害が起こる時には安全のためにリモートワークへの切り替えも増え、鉄道会社も早めの運休を決めることも多くなってきました。冥王星が巡行に戻り、水瓶座へ再び再移動するとき、再び働き方や金銭の稼ぎ方の変容が起こります。もっと働き方は多様化し自由になります。2023年10月から開始されるインボイス制度も働き方の変容として影響を受ける人もいるでしょう。海外の働き方や全く畑違いの分野の働き方を知って、そんなやり方もあるのかと気づかされる人も出てくるかもしれません。ここからさらに稼ぎ方の選択肢は多様化していきます。今回の冥王星逆行で現状を根本的に見直さなければならなくなった人は、ここからさらに身を引き締めて変容の波に乗り、新しい時代の働き方や稼ぎ方へと前進していきましょう。この10月からインボイス始まるんですけど、そうですね。それと別で、景品表示法の中で、ステルスマーケティングが規制されるとか、あとは、ふるさと納税で、市区町村の
国からの規制が少し強化されるとか、いろいろあると思うんですけど、ここもさっきの、正義を重んじるハデスの、そうですね。ところにも、関係してくるんですかね。平等意識みたいな、その水亀座時代のね、それが出てくるんじゃないかなと思いますね。なんだこの自由になる一方で、いろんな規制も強化されたり、そうですね、ルールがまあ変わるでしょうね。しっかり、整備されていく意味ではいいのかもしれないですけどね。そうですね。4つ目のポイントは、個人の進化が問われるです。冥王星が巡行になる時のチャートでは、基盤や土地を示す IC に魚座の海王星がコンジャンクションしています。地震や台風、豪雨での水の災害や海でのトラブル、感染などに注意が必要な配置です。物流や交通関係を示すサンハウスに魚座の土星があり、乙女座の金星と月にオポジションを形成していることから、それらの事象で我慢することや制限がかかることがありそうです。日本の交通は時間通りに電車が来ることやいつも走っていることが当たり前になっていますが、そうではないことに対応していく力が必要になってくるかもしれません。また物流関係でも当日に届くことや次の日に届くといったスピーディーな配達に慣れていますが、感染症の影響や自然災害の影響でスムーズに進まないことを体感することも多くなるかもしれません。そんな時どう対応していくのかでその人の進化が問われます。当たり前や完璧に縛られると怒りに変わり、他者に怒りの矛先を向けることになるかもしれません。どんな状況になっても俯瞰して物事を見る目、冷静に考えて自ら行動する知性、許し、受容するおおらかさがここからの先の社会では重要になってくるでしょう。このどう対応していくかっていう意味では、今お話しあった電車遅れた時の対応力とかってものすごい大事で、やっぱりこう東京でね、電車乗りながら通勤していると、こっち遅れたらじゃあちょっと回っていく方が早いとかって結構あるので、その辺をね事前に把握しておいて、何かあった時にはパッとこう切り替えて行くっていうのはとっても大事で、今アプリとかで見れたりするしね、なんかほら今ゲリラ豪雨とかもすごく多いじゃないですか。でも雨雲とかも見れるじゃないですか、いつ雨が降ってくると か、なんかそういう風に先々を予見して自分の行動をこういろんな柔軟性を持ってやるっていうのは大事かもしれないですね。でも結構回り道って、遠回りするってアプリとかで出てこないんですよ。あ、そうなんですか。で下手に回り道すると、キセル乗車みたいになっちゃったりする可能性もあるので、その辺ねちゃんと理解するってなかなか難しいと思うんですけど、なんかすごい考えて工夫する力めっちゃ必要ですね、これからそうですね大事になってくるかなと思いますけどね。そうですね。5つ目のポイントは生き方のチェンジをするです。冥王星水瓶座の時代は独立と責任が大事な要素です。ここから社会や大きなものへの依存から解放に向けて動きが活発になります。この社会、個人規模だと会社や家族に依存していてはダメだと気づく人が増え、マスメディアをはじめ大きな会社の広告、政治家の言葉、親やパートナーなどからの独立をしていく流れが来るのではないかと思います。今まで絶対的だった存在から独立し、生き方をチェンジしていく流れになります。依存し、他力本願で生きてきた人にとっては恐怖を感じることもあるでしょう。甘いおこぼれがなくなることもあります。しかし、ここからの時代は他力本願や他責は通用しない世界になっていきます。それぞれが自分で考え、自分の足で立つ、どのような考えであっても尊重し、それぞれ自分に合った環境を自由に行き来する、それが水瓶座の目指す独立と平等です。自分の人生や考え方やあり方を自分で責任を持つことが今後の大事な鍵となるでしょう。最後のポイントは、我慢が強いられるです。今回の巡行のチャートでも2024年1月21日の冥王星が再び水瓶座に再移動するチャートでも、我々国民を示す月は土星とハードアスペクトを形成しています。我々国民は楽しみや喜びも我慢が強いられそうな配置です。1月のチャートでは国を示す太陽と冥王星がタイトにコンジャンクションして MC にカルミネートしているため、日本もしくは政府として大きな山場を迎えることになるでしょう。それに対して我々国民は不自由さや窮屈さを感じることになるかもしれません。経済面でも他国や隣国に支援をすることが増えて、お金を溶かしてしまうということが多くなるかもしれません。はい、ありがとうございます。今回の内容はブログでも書いておりますので、概要欄のリンクからご覧ください。それではお知らせを挟んだアフタートークです。今回は冥王星逆行期間の振り返りです。西洋占星術の基礎からホロスコープの読み方まで学べるクラゲでもわかる星読み講座の受講者を募集中です。いつでもどこでも見放題の動画講座、受講前は無料モニターでお試し視聴でき、受講後は質問会や勉強会などでアフターフォローもあるので安心です。この動画の説明欄からクラゲでもわかる星読み講座の詳細ページをチェックしてみてください。あなたも星を読めるようになって、この変化が激しい世の中を一緒に乗り切りましょう。はい、ということで冥王星逆行期間の振り返りということで、はい、どうすいません、どうやって振り返っていきましょうか。
そうですね、うん、ちょうど、まあ、逆行するときって水瓶座に冥王星が入ってたときで、まあ、そこから逆行して山羊座に入ったんですけど、確かにあの時なんかすぐ逆行したんですよね。そうなんですよ。でちょうどその水瓶座に冥王星が入った時にチャット GPT とかがすごい盛り上がって、うん、我々もチャット GPT を使ってあの YouTube とかちょっとこう、ほうほう撮ったりしたじゃないですか、うん、だからそのあたりとか今ちょっとなんかあんまり聞かなくなったけれども、多分ここからまたさらに良くなって冥王星が巡行に戻った時に新しいなんかができたりとかするんだろうなと思うんですけど。ああ、そっかそっか。チャット GPT あの時って3月ぐらい、はい、そうです、3月ぐらいでしたね。で、逆行が5月2日、うんうん、ということで、その頃からあんまり聞かなくなってきましたよね、うん、話題に上がりにくくなったというか。そうですね、もう見慣れてきたというか。そう、うんうん、それでちょうど山羊座に冥王星が入った時に未来のテクノロジーよりも社会構造の方が目向けて、ほうほうほう、某アイドルグループの、うん、いろいろだったりとか、うんうん、あとは某あの車のね、うん、会社のいろいろだったりとか、うん、そういうちょっとこう昔の社会構造で成り立ってただろうなっていうものがどんどん崩れていくみたいな、そういうこう暴露されてる海が出てくるみたいなのが冥王星が逆行して山羊座に入った時からめっちゃ出てきて、逆にその未来のそういうものっていうのがちょっと下火になった感じがあったと思うんですよ。ほうほう。だけどまた2024年には冥王星がもう水瓶座に入るので、うん、そこからはその古い社会構造ももちろんちょっとは出てくるけれども、やっぱりもう未来の方にねどんどん向かっていくんじゃないかなとは思ってるんですけどね、うん、ちょっと AI の話に戻って、はい、今この冥王星逆行の時のブログを少し見ていて、はいはい、未来計画の見直しというところに、うん、未来のテクノロジーの開発は少し緩やかになってよりよく使えるように検討されていくのかもしれませんというふうに書いてありますというか、まあ、書きましたと。私がね、うんうん、星読みをしたんですね、うんうん、そういうね、そう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 、はい、で確かに、まあ、少し緩やかになって、開発が緩やかになったかどうかは分からないにしても、うん、まあ、話題として上がることは少し減りましたと。そうですね。ただやっぱ水面下ではいろいろ検討されていて、うんうんうん、画像生成 AI、はいはい、何かを作ってくれとかって、あの踊る墨絵とかって打ち込むと、うんうん、あの墨が踊ってる画像が作られるみたいな。そうですね、うん、AI で Adobe Superfly という、うん、あの世界の Adobe 社が、うん、あの開発している AI があって、俺スーパーフライって言った、うん、言ってない。アドビファイヤーフライというやつで、それがですねこの9月いつだったかな、半ばぐらいから、うん、あの商用利用も OK になって、で、あの一般的な画像生成 AI って、うん、インターネット上に転がっているいろんな画像を学習してきて作りますと、はい、だからなんかねやっぱ似てる画像ってできちゃうんだよね。まあそうですよね。そのだから画像を作った人があの訴えるとかっていうのも、あ、まあ、中にはあるらしい。これ私のやつじゃないですか、うん、みたいな。ただこの Adobe Superfly っていうのは、うん、そういうのの保証もしてくれるプランがあって、へー、でこれなんでかっていうと、 Adobe ってもうほらイラストレーターとか Photoshop とか、うん、まあ、動画編集ソフトもあったりして、うん、もうその辺の画像とか動画関係って、うん、もう老舗中の老舗みたいな感じで、うんうんうん、自分たちでいっぱい抱えてるんだって、うん、その著作権かからない画像とかを、へー、そういうのを使って出してるから、うんうん、そもそもそういうのに引っかからない。なるほど。っていうようなことがあって、うん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 、やっぱこの巡行ちょっと前なんだけど、うん、やっぱそういうのがどんどん出始めてる。ああ、そうですね、うん。それがこのよりよく使えるように検討された結果、うんうんうん、逆行期間で、うん。やっぱね、逆行期間、今これから冥王星が巡行に戻って他の天体もどんどん土星とかあの海王星とかいろいろ巡行に戻っていくんですけども、うん、やっぱ逆行期間はねいつもそう怖ってなってたのが一旦下火になるんだけど、逆行が終わったらまたグワッて出てきたりするんですよ。だからそれが見直しで、そう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 、ちゃんと見直しかかってるものは巡行の時に割っていくって話ですね。だからこれって社会の構造もそうだし人生もそうだと思うんですよね。何え？だから人生も常に巡行じゃないわけですよ、うん、やっぱり逆行があってそうやってあこれ良かったのかなとかこういう関わり良かったかなとかこの仕事良かったかなとかいろんなことを見直す期間があるから次にまた進めるわけですよ。ほう、うん、だからなんかまあこの私いつもこう星読みで考えさせられるのは、うん、なんかその星のその巡行逆行とかサインの移動とかいろんなことを考えながらこれって人生と同じなんだってもういつもそこに行き着くんですよね、うんうんうん、結局あ星がこの我々の人生をちっぽけな人間のね一生をちょっと教えてくれてるのかなみたいな、
そういう逆行期間も人って大事だよみたいな。なるほど、うん、思ったりしてますね。3歩進んで2歩下がるですね。そう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 、そういうのが大事なんですよ、人間もね、社会も。だからここからまたでもちょっと楽しみですよね、うん、楽しみです。だから歩いていきましょう。え、私自転車で抜かすわ、チリンチリンってあ、私自転車乗れないんだったチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。人生は毎日骨太なんとかなのか、なんかそんなんじゃなかった違かったっけ。アフタートークのアフタートーク